みんなおはよう。今日はこのテレビ塔の下でかくれんぼをしていくよ。アンパンマンがみんなを探していくよ。さあ、どこにいるかな？お、早速最初に見つけたのはトーマスのバス。トーマスのバスを最初に見つけたよ。さあ、次はどこかな？お、あそこに交番があるね。テレビ塔、とっても高いね。さて、お、ここにいるのはパトカー。パトロールカーくんをここで見つけたよ。それじゃあ次はどこにいるかな？お、向こうにハトくんがいるね。ハトがいたよ。そしてこの、あ、ベンチの上に幼稚園バス。幼稚園バスくんを見つけたよ。黄色くてかわいい色だね。さーて、次はどこかな？こっちかな？こっち？お、こんなところにJR 東北のバスがいたよ。テレビ塔の下で JR 東北のバス見つけたよ。さてさて、次はどこにいるかな？階段があるね。あ、綺麗なお花が咲いてるね。こんなところにいたよ。パンダ。パンダトラックくんがこんなところにいたよ。おっと、パンダトラックくん見つけた。さて、次はどこかな？わあ、高いね、テレビ塔。次は、ん？お、こんなところに連結をつけたトーマス。トーマスがこんなところに隠れていたよ。さて、次はどこかな？きれいなお花の鉢があるね。お、あら、こんなところに大型ダンプトラック。ダンプトラックくんも見つけたよ。さて、さっきのきれいな鉢のところから次はどこかな？あ、郵便ポストがあるね。あれ、郵便ポストの上にゴミ収集車。ゴミ収集車くんが真っ赤な郵便ポストの上にいたよ。さーて、次はどこかな？お、綺麗な花時計があるね。花時計があってどこかな？こっちかな？ん？なになに？公平館跡？お、
公平館跡って書いてある上にブルドーザーくんを見つけたよ。さて次はどこかな。綺麗な花だね。あれ、またこの花壇のところで連節バスくんを見つけたよ。さて次はどこかな。お、こんなところにマクドナルドの配達バイクくんを見つけたよ。さて次はどこかな。あれは札幌市役所だね。あっちがテレビ塔。あ、こんなところに救急車くんをこんなところで見つけたよ。ここは時計台だよ。さて働く車はいるかな。あ、見つけた。道路パトロールカーだね。道路パトロールカーくん見つけた。さ、時計台の裏に来たよ。どこかな。お、見つけたよ。これはクレーン車くんを見つけたよ。さて遊んでたら暗くなってきちゃったね。時計台のところにまだ誰かいるかな。ちょっと中に入ってみようか。どれどれ、この時計台の周りどこかにいるかな。どこだ。あ、こんなところに地下鉄、札幌市営地下鉄くんをこんなところで見つけたよ。さてまだいるかな。お、あれはセイコーマートだね。コンビニがあるよ。あれ、こんなところにバイキンマンじゃない。バイキンマン、こんなところに隠れてたんだ。バイキンマンを見つけたよ。もうすっかり暗くなっちゃったね。テレビ塔がライトアップされているよ。とっても綺麗だね。さてちょっと地下に入ってみようかな。地下に入ってきたよ。お、これは展示されている模型だね。あ、郵便車くん、こんなところで郵便車くんを見つけたよ。いつも見てくれてありがとう。
ャンネル登録、グッドボタンよろしくね。